貯金のね。全然、これもこの金山でその家帰るし。あと会社戻る。入った。勝手に流されてる。
一番近くで何ちゃんに3秒何分そんな人です。飛行機を見るために行ったじゃないか。触れるぐらい。あ、でもやったら飛びます。そうそうだね。この辺ちょっと冷やすの。でもすごい近いの。この辺なんです。触れそうですよ。めちゃくちゃ危険だね。でも神社が、成田空港が所有したかったところなんですけど、神社の人が反対して、それで闇って呼ばれてる。そういうところあるんだ。闇です。成田空港は結構闇深めで。本当に深いんだ。まあ、だからそこを目的地としていくと。じゃあ、人間で一人で行くこと新海さんなんで同じ趣味の人はいない。いるんだよ、最初は。仲間いるんだ。来たみたいな。キサルが運営してるレストランが吉田さんもうちょっと笑顔してどうしよう平がちょっと平が出ちゃったそれで一緒に行ってくれているんだ大好きな飛行機いやでも私より上には上がいるんでまだ何中の芸ぐらいそれぐらいのあでも芸の芸ぐらいの頭にちょっと触りぐらいの芸ぐらいのだから、あの中国の最空港の裏側を見て喜んでそういうことね、そういう喜びも前、最近、先週行ってきたんですよ空港で働いてたんですよそうはね、なかなか行けんところなんですよだから、こういうのはね、力しか見えなかったんですよ自分の目からじゃあ、カメラ設置してるんでそこに、そこに、一応行けるんですよ、カメラそこにカメラの、ヘリコプター、平和ちょっと失敗でしたちょっと確か分からなかった昼、僕たち二人行き場なくて、寒がってたら宮田さんが日付のベンチに入ってくれてでも、なかなか多分、しっかり返す触ったのどこで面白い話来るのかってまだ待っちゃった終わっちゃったって、それだけじゃない
イギリス人あなた本当に気持ち悪いです全く英語し日本語喋れない若い綺麗な先生が本心の日本語であなた本当に気持ち悪いですこれね、新入社員にはまだ早いからちょっともうちょっとね、ちょっと早いそこでダメだったから、もうそう折り紙毎回押し一緒に2ロールっていう鉄板パターンであと書道やってるね書道っていう鉄板パターンがあるんですよあとベトナム人もねちょっと新入社員にまだ早いちょっとした出会い系みたいになっちゃった気をつけて修羅場風なんだそうだそうだそういうね喋るお父さんちゃんとした先生のやつですからねちょっと今度は話してみてあだから練習なわけだから練習じゃないですかジャパンケースで喋ってた絶対喋りましたそこは、ね、聞いてくれますからね一応直されるの一応直してくれるそこ違うよそうそうそうもう原因が原因がねさっさと今までもう一応ちゃんと一応先生立派なレッスンないです。ちょっと違うお金になっちゃった。レッスンないです。でもあれですからね、あのカフェの外で最後にお金渡すと恥ずかしいですから。絶対違う光景に見えますから。確かにちょっとおっさんが若い外国人ですから、ありがとうですね。またお茶してみたいな。あそういう系みたいな。かわいそう。絵面がかわいそう。かわいそう。じゃあまあ、真面目にやってるやつですよ。え、申し訳ないけど。もう終わったけど。ちょっと英語力落ちた。ほぼゼロでしょ。でも映画は字幕出してる。字幕出してる。なんなら先に日本語のが見やすいけど嫌いな未来ですよねそんな言ってないよそういう人ねスペインさんスペインさんスペインさんこの時代で、ね、絶対なんとかするかなんでこんな教育
ミスター。あ、これかけやってる。Thank you.